地球の引力では 0.5m。 検証完了。次はシミュレーションルームで彗星を再現するよ。暑いな。そうだ、火山の真横に立っているようなものだからな。ジャンプの高さは 1.2m。 次は金星だ。うわ、ここ怖いんだけど。本物の金星では全てが有毒なんだよ。地球と同じくらいだ。ああ、引力は地球とほぼ同じくらいだからな。次は月に行こう。月の引力は地球の10分の1だ。 2.7m。 次は火星。へえ、ここは快適だな。ここの引力は水星と同じだ。 1.2m。 さあ、次は大変だよ。え、なんだ？うわぁ！木星には固い地表がないんだ。地球よりもずっと大きいけど、地表の引力は 2.4 倍しかないんだ。立つのも大変だ。たったの 15cm。 完了。次は土星だ。ここにも固い地表がないぞ。だけど土星の引力は地球とほぼ同じなんだ。次はウラヌスだ。超寒い。これでも本物のウラヌスよりも5倍暖かいんだよ。本当に？足の感覚がないんだけど。 0.5m。 引力は地球より少し弱めだ。次に行ってくれ。海王星だ。ジャンプの高さは 0.4m。 引力は地球より少し強め。もうやめよう。シミュレーション解除。